こんにちは、アゴロです。今回の話題はこれです。ドーン。ドルの津波はビットコインの価格を押し上げるかに回答します。ニュースドーン。ドルの津波は止まらない。短期調達市場のゼロ金利、2022年まで継続も。この津波を当局が止める行動を取らない限り、短期金利への下押し圧力は来年まで続くだろう。余剰資金が行き着く先となった米連邦準備制度のリバースレポファシリティの利用がますます増えると見ている。リバースレポのビッグウェーブ、波乗り、どんだけ。リバースレポ取引とはですね、債券を担保に入れて資金を借りる取引のことです。資金が必要な時に債券を売らずに資金を手に入れる方法として使えます。一定期間が経過したら資金を返し、担保に入れていた債券を返却してもらいます。ちなみに、リバースがつかないレポ取引は現金を担保に入れて債券を借りる取引です。レポ取引は主に債券を空売りする目的で利用されています。ややこしいね。資金を担保に債券を借りるのがレポ取引。債券を担保に資金を借りるのがリバースレポ取引です。リバースの単語の意味は逆にするなので、レポとリバースレポは逆ということですね。そしてアメリカの FRB のリバースレポは、FRB が米国債を担保に金融機関から資金を借り入れる制度です。FRB は借りる側なので金利を払う必要があり、これをリバースレポ金利と言います。現在の金利は 0%。金融機関は FRB に資金を貸せば金利収入が得られるので、リバースレポ金利よりも低い金利で市場に放出するケースが減り、リバースレポ金利がフェデラルファンド市場の金利の下限として機能します。以上がリバースレポの説明です。2020年3月に FRB はコロナの経済対策として無制限の量的緩和を始め、現在も量的緩和はついていて余った資金がリバースレポ取引に押し寄せ始めました。量的緩和とはですね、通貨の量を増やす金融政策のことです。景気が悪くなるとお金を使う人や企業が減って通貨の流通速度が低下するので、政府は市場に大量のお金を流し込むことで景気を下支えします。量的緩和によって景気が下支えされるのと同時に、大量に増えたお金の一部は投資に向かいます。チャートと、これはアメリカの株価指数の冷やしチャートです。コロナショックが起きる直前の2020年2月21日終わりには、3337ポイント。コロナショックの底は3月23日の2191。無制限の量的緩和が始まってから株価は底堅く上がっていき、4ヶ月後の8月6日に元の株価に回復。その後も上昇は続き、2021年5月7日に最高値4238をつけました。コロナの底から最大 1.93倍。5月27日現在は4200ポイント。このように量的緩和の余剰資金は株価を下支えする力になっていると考えられています。次に余剰資金がリバースレポに押し寄せている件について、アメリカの連邦準備銀行は4月までにリバースレポの参加資格要件を引き下げ、今までは最大50億ドル、日本にして約5400億円の純資産を持っていないと参加できなかったのを半分以下の20億ドルに引き下げました。すると5月にリバースレポの取引量がこうなりました。3510億ドル。去年2020年3月31日の約2800億ドルを大きく上回り、2021年5月20日に3510億ドルをつけました。日本にして約38兆円。勢いはまだ劣れず、さらに増えてっと4500億ドル。2017年につけた4000億ドルも上回り、2021年5月26日に4500億ドルをつけました。日本円にして約49兆円。次っと、これは日別のリバースレポの取引量の推移です。4月から増加傾向が始まり、5月以降に勢いが加速しています。次っと、5月26日の4500億ドルは過去3番目の大きさで、過去1は2016年1月頃につけた4750億ドル、2は2017年1月頃につけた4700億ドル。めっちゃ近い。5月にリバースレポの勢いが加速した原因は、リバースレポの参加資格が引き下げられたことも原因だと思いますが、この増加の勢いがどこまで続くのか注目されます。
次にリバースレポの影響について。両手化は FRB が金融機関などから国債を買い、金融機関の口座残高を増やして通貨を渡す。つまり通貨の流通量が増える。一方 FRB のリバースレポは FRB が国債を担保に金融機関から通貨を受け取る。つまり通貨の流通量が減る。 FRB がリバースレポを利用する目的は短期金融市場の資金吸収のためなので比較しても仕方がありませんが、通貨の流動性の観点では量的緩和とリバースレポは逆の効果です。金融機関が通貨の流動性増加の対処に苦労している様子が伺えます。以上、最後にドルの津波やビットコインの価格を押し上げるのか予想すると、それは押し上げると予想します。ずっとオレンジの線はビットコインの価格、青の線はフェットのバランスシートの規模です。バランスシートとはですね、資産と借金の一覧です。バランスシートの規模を見ることで、どれだけ借金、イカルと通貨の流通量を増やしているのかを把握できます。薄い赤色の部分はリーマンショックの時で、2008年9月3日は 0.9 兆ドル、11月10日は 2.2 兆ドル、2ヶ月で 1.3 兆ドル増加しました。緑色の部分はコロナショックの時で、2020年2月26日は 4.1 兆ドル、6月1日は 7.1 兆ドル。3ヶ月で3兆ドル増えました。翌月の7月に 6.9 兆ドルまで減少した後、約10ヶ月増加傾向が続いていて、2021年5月24日、7.9 兆ドル。このように増加スピードの観点ではリーマンショックの時の方が早いですが、増加した期間と金額の観点ではコロナショック以降の方が圧倒的に大きいです。一方、ビットコインの価格はコロナショックの底は2020年3月13日につけた3782ドル。その後、まるで量的緩和に対抗するかのように爆上げし、1年後の2021年4月14日に最高値 64,854 ドルをつけました。17倍!バランスシートの変化を見るとわかるように、バランスシートの規模がこのままずっと永遠に右肩上がりで上がり続けることはなく、必ずどこかで減少傾向に転じます。もしかすると、このまま徐々に増加の勢いがなくなって減少に転じる可能性もなきにしもあらずです。しかし、減少したとしても、コロナショック前の4兆円に戻りましたみたいな結果になることはありません。なぜなら、景気を下支えする目的で通貨をばらまいた後に、ばらまいた通貨の大半を回収する意味はなく、それをしても経済の混乱と不況を招くだけだからです。国債は借り換え!政府にとっては適度なインフレ率で好景気ができるだけ長く続けばそれでよし。おなじみインフレとはですね、通貨の価値が下がることです。通貨の全体量が増えることで通貨1枚あたりの価値が下がることです。現在のバランスシートの規模は 7.9 兆ドル。仮にインフレで通貨の価値が半分だったら借金も半分になったのとおなじみです。以上の観点から、これからバランスシートがコロナショック以前の規模まで縮小することはない。そして何年後かに再びリーマンショックやコロナショックのような不況に陥ったら、政府は再び量的緩和でバランスシートを拡大させ、10兆ドル、20兆ドルのように増えていく。一方、ビットコインの総発行枚数はプログラムによって希少性が完璧に保たれていて、2100万枚以上になることはありません。4月14日に最高値をつけたと、最大 53% ダウンの暴落をし、その後反発の弱い状況が続いていますが、法定通貨の価値が徐々に下がっていく世の中の仕組み上、ビットコインの信頼が今後も継続するのであれば、ビットコインの価格はすでに底上げされていて、今後も暴騰暴落を繰り返しながら、長い目で長い目で底上げが続く。ツイッター。 Bitcoin has no top because fiat has no bottom。 法定通貨に底がないからビットコインに天井はない。タイムアップ。キーワード、サザン。見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに I know 怯えてる。以上、ドルの津波はビットコインの価格を押し上げるのかの回答でした。暗号6時スーパーブーストモード。暗号6時は抽選番号とビットコインの割合が一致した人に10枚目のビットコインをプレゼントするイベントです。遊び方を説明します。くじのページを開くとキーワードを入力する箇所があるので、
ファンゴロが動画の途中でつぶやいたキーワードをひらがなで入力し、くじを引くボタンを押してください。するとスロットが回って抽選番号が決まります。ボタンの下に抽選券が表示されれば正常に登録できてます。そしてビットフライの冷やしの割が抽選番号と一致したら当選で10万円目のビットコインゲットです。くじは引けば引くほど現在価格に近い抽選番号が出やすくなります。説明欄にリンクを貼っておきます。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。富本太郎3号車を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。